こんにちは今日は自分の経験していないことは分からない未来が来ている話。こちらお話ししていきます。記事を読んでいきます。今回相談にあった理解できない人についてお話しします。着地点は、その時代に苦労しながら学んだこと以外の人間関係は わからないから、互いに理解し合うのは難しいケースがあるというところです。この問題は、今後大きく人間関係の溝を作ることになり、将来一緒に働くのか、どうなるのかという未来選択にも関係します。ここを解説しましょう。人間関係は、 多岐にわたり、相手との距離感がつかみにくい人には、拷問とも思える不可解なものです。これを一言で伝えるのは無理ですが、一つずつケースを挙げていくと、体験してきた人には伝わるので、この方法をとります。まず、 子供時代の親との関係が人間関係の土台にあることを理解してください。例えば、親が子供に無関心の人、他人に興味を持つことが分からず、相手の行為の意味が理解できない場合が多いです。親が子供の状況を無視して、 自分の感情を優先してきた人この場合他人との距離感が分からず少し親しくなるだけでずかずか相手の心に入り込んでくることがあります例えばプライベートを知りたがるとか相手が怖がるのを楽しむとか頼んでいないのに物をくれるとかです 部下と自分、子供を区別できず、命令ばかりする親。子供を教育していると勘違いして、部下に命令するがごとく、子供には指示出し、命令しかしない親に育てられると、対等の関係が分からず、他人にお願いや命令しかできなくなります。あなたの周りに、 こののようなタイプの人はいませんかいたら相手のタイプごとに対応を考えないと相手も自分も傷つき疲れることになります。その時代は過酷な環境でみんなが育ってきた。この過酷さが人間関係の行動・対応に出る。つまり過酷なことは知っているが、 自分が体験しない過酷さは理解できない。まとめ。気に入らない人がいたら、子供時代の環境が自分と違うことをまず思い出そう。腹を立てる前に相手と距離を置こう。はい、こちらお話ししていきます。こちらちょっと質問があったので、記事を作ってみました。え質問の内容というよりも、 に職場で全然理解できない人がいるというケースに関してのお話です。皆さん、周りに理解できない人がいませんかまだまだ、そうが残ってるんでね、その時代のエネルギー残ってるので、なんだこの人っていう人が一人や二人いる職場は多いと思います。先日も、 お客様から相談相談というかお話があってあの職場で上司が部下をいじめていると上司はいじめているのではなく部下を教育しているダメな部下を教育しているという認識だったと最終的にはその部下は心を病んでしまって休職し上司は仕事をよくしてくれていたその部下 が給食に入ってしまったために3人の職場2人で切り盛りしなければいけない4人四人の職場2人で1人はほとんど働かないから2人で切り盛りしなきゃいけないというね実態が最終的にあったという話だったんですが本当に相手をいじめてるのではなく育ててるんだっていう人中にいますねこれ3番目のケースです。 まず最初。親が子供に関心を持たなかったケース。これ、皆さん考えられますかでもいるんです実際。子供が何を言ってもこう無反応だったりい怒られてしまって。 親に対して何も言えなくなってしまったというお子さんがいるんですね。大人になって、親がネグレクト、あの子供を育てることを放棄する、まあ食べさせて寝させて教育費払えば子供は育つと思ってる親御さんいますよね。心を育てない、環境だけ、器だけ用意するという親御さんがいます。こういうい環境で育つと、 なかなかここ心が育ってないので他人に興味を持つということがわからない他人に興味はあるんだけどどう関わっていいかわからないどう関わっていいかわからないから相手が好意を持っていても好意が理解できない、まあ、この場合の好意は好きですね でもう一つの行為というのは、職場で仲良くしよう。良い人間関係を築こうと思ってしている行動が理解できない。理解できないから冷たく言い放つ。相手の行為を無視するということが起きてしまいます。もうこれは経験から学んでないのでどうすることもできないのですよ。この人を責めることもできないし、 会職場でギクシャクするのも仕方がないということになってしまいますね。ただ、心が働き出して何かしらの経験を積んでいくので、長い目で見ると変わってくるとは思うんですが、今次の瞬間に変わるかと言われると、ないものはいきなりも身につかない。もともと土台があって、自分で蓋をして、この蓋が開けば、 理解できるるとといいいう人はは中にはいると思いますよえ。小さい時は可愛がられて育,れた育ったけれどある時から親が離婚してすごく親に冷たくされたまた親が余裕がなくて働くことが精一杯で子供の心を見ることがなかったためにあの昔の記憶を封印したっていう人に関しては人が優しさを向けた時に何かに気づいて。 思いいい出して対応でででききるんんすがが全くく経験のない人は気づくととうことができませんここは周りが寛大な目で見てあげたらいいなと思うんですが余裕がない今の時代に他人の面倒は見れないので相手が学んでいくのを待つのはちょっと難しいのでこれはもう少し距離を持つまたは相手がね あのこちらに興味を示さない態度を取るならばもうこのままお同じような態度で接していくのが仕事が円滑に進むというね方法ですよね。で次これはいろんなパターンがあると思うんですが例えばあのお父さん家にね飲んで帰ってきて子どもが勉強しててもおいおいと構って。 子供に絡みたがる寝てる子供を起こしに行くまたは子供が休みの日にお父さんどこかへ連れて行くからと言って子供は子供でしたいこともあるのに家族旅行だ家族に付き合えと言って連れ回す、えー、こういった親中心の価値観で生きてきた人というのは 他人に配慮するとといいうことが育っていません自分は嫌だという経験を持っているんだけれども配慮されてないからどうやって配慮したらいいのかがわからない。だからいきなり仲良くなって距離を詰めてくる人、ね、いきなり親友のようなこう態度に出る人って中にはいるんですが、まあ、こういう人はこういった親に育てられてきたんだなということを心して。 ちょっとずかずか入り込んでこられて嫌だなと思ったらこういう人にいきなり距離を持つと攻撃してくる可能性があります多分あの自分勝手な親に育てられてるので親も子供が嫌だと言うと攻撃したんじゃないかと思うんですねだからこういう人には言葉では説明した方がいいですねまだ親しくないからそこまではちょっとなっていうまだ親しくないということをちゃんと 伝えてあげると相手もあまだ親しくないんだって親しさがないとこう近づけないんだということを知っていくと思いますで頼んでないのに物をくれる人って意外と昔は親切でいい人だったんですが今の時代はおせっかいに入りますだから、まあ飴くれたりチョコくれたりする方がいるんですけど人によっては糖尿を持ってて、ね 食べられないケースもあるし、嫌い、甘いものが嫌いっていう人もいますよね。で、いい顔してありがとうってみんな言うんですが、意外と内心本当にありがとうかどうか不明です。え自分なりの食事コントロールしてる人もいるので、まあ、こういったことを背景にもらう側も考えてあげてください。はい、次。え部下と子供を区別できず命令ばかりする親。 に育った子供これ意外と多いんですよね。中流階級以上と言われるあの重役とか上司とかね経験している両親を持ってると子どもの心を育てるのではなく行動に命令をするこれをしろあれをしろまだこれができないのかだらしないというね心ではなく 結果や行動ばかり見てて命令してしままう親がいます。子供というのは未熟であって何もできないできないのが当たり前繰り返し繰り返しやっていくうちに徐々にできるようになるというゆっくりと育っていくということを知らないんですねつまり 会社では常に利益を出さなければいけないからゆっくりと待つという環境にない。部下に命令し、できないことは他の部下にやらせる。で、できる部下がどん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 仕事を取ってきて、会社を盛り立てるという価値観の中にあって、子どもはいきなり明日成果を出すのではなく、日々の成長の中で少しずつ少しずつ変化して学んでいく。 学ぶということに親は手を出すのに力を貸すのに学んだ結果何をしたのかという部分を評価するだけまたは命令するだけの親御さんがいますえここは命令口長の人あれやってこれやってこれ取ってそれやってでこれしてあげるあれしてあげるこれどうあれどう命令が多いですね でお願いも一つ命令に入ることを皆さん覚えてください。これお願いできるかしらというのは、優しく言ってるようで、これやれよお前というね、命令と一緒です。だから何でもかんでもお願いする人、役割を決めて、ね、この人はこの役割で、この人はこの役割でというようなね、ミッションがあってみんなでやる分にはいいんですが、友達関係でお願いの多い人は、 正直、長続きしません。友達が離れていきます。会社で、まあ、会社では、職場では、命令ばかりする人っていうのはあっても分かんないかもしれませんね。ただ、新人が入ってきて、なんかやたらとお願いとか命令するな、この人と思ったら、まあ、親が、ちょっと、あの、子供の心を育ててないな、という部分に気をつけてあげてください。 で周りにこういうね、態度の、こういう行動の人がいたら、こちら側がやはり態度を変えないと、互いに傷つくだけです。素の自分で行きましょうなどということを、裏表なくということを言う人いますが、相手によって態度を変えるのは、裏と表があるのではなく、相手が理解できないことを提供しないという意味です。 人との距離感の分かんない人に人との距離感を求める。自分はこの心の交流を求めたいからといって人との距離感を求めたら職場でうまくいきませんね。相手を傷つけてしまって追い込んでしまう可能性があります。ね、ここを判断できず行動するのは逆に野暮ということ。相手も腹を立て、こちらも腹を立て、その関係になってしまいます。ということで今日は 親の育ててきた環境育ってきた環境によって理解できないことがある人がいるというお話の中であなた自身が、まあ、3つケースを挙げましたがこういう人が周りにいたら対応を変えていきましょうというお話でした。今日はここまでまでたね